ロデューサー、ちょっといい？お菓子のストックがなくなってるっぽいよ。いや、お菓子がないって死活問題だよ。お菓子はアイドルの原動力なんだから。え、もしかしてアンズも行くの？アンズ、次のライブについて研究をしようとしてたんだけど。好きにってもしかして段ボールで大人買いしてもいい？だよね。まあ、お菓子の補充は重要な仕事だし、一緒に買い出しに行くことにするよ。はあ、疲れた。でも、お菓子を大量にストックできてよかったよ。プロデューサーって力持ちで頼もしいよね。お疲れ様。はい、ってことで何か頼もうよ。コーヒーだけでいいの？プロデューサーってストイックだよね。そうでもないかも。でもさ、いつも忙しそうにしてるのに文句一つ言わないよね。アンズがプロデューサーだったらもう一生分働いたって思うかも。え？ああ、うん、そういうことだよ。プロデューサー、最近お疲れ気味だったからね。いたしまして。じゃあお礼にってことでいろいろと頼ませてもらおうかな。アンズが頼もしい？プロデューサー変わったこと言うね。そんなことも話したような。アメリカデビューできたら儲かりそうかなって。なるほどね。プロデューサーはそういう風にアンズの考えを捉えてくれたんだ。そこまで考えてたとは。アンズの想定の範囲外でちょっと反応に困るけど、正直アンズは楽してもっと大きく儲かる可能性を想像してただけだよ。え、アンズ他にも何か言ったっけ？だらっていうか、プロデューサーにはたまには休みが必要ってアンズは言ってるんだよ。でも働きすぎのプロデューサーを心配してるのに、なかなかアンズの誘いに乗ってきてくれないけどね。アンズはプロデューサーの役に立っているってことだよね。そういえばなんだか最近活動の疲れが取れないんだよね。ふう、この疲れが取れたらアンズ完璧なパフォーマンスを出せるのに。ちらっ。
プロデューサーがアンズのモットーに感動してたみたいだから聞いてみただけだけど、よりによってアンズの生き方とは正反対の言葉を選んだね。何が起こったとしても言わないよ。